ジャッカルです。今日は、今日というか、以前ね、これに挑戦して、死にそうになりましたけれど、今日は、これ辛いやつですね。なんだ、デスカラっていう、デスグレートデビルカレーっていうやつ、やったんですけど、今日は、ちょっと、辛いのじゃなくて、これ、苦蒸し茶。苦いのに挑戦していこうと思っております。千振りを超えた激苦と書いております。苦すぎて飲めねえと。口いっぱいの芋虫を一気に、噛みつぶすごっく体験となっております。まあ、ものすごい辛いのがちょっとこう、身の心配というか、命、に別状はないかと心配になるんですけれど、苦いの、まさか苦いので、死にそうになることはないんじゃないかなと思ってちょっと油断しております。で、このパウダー状になっています。で、これを、マグカップに入れて、溶いていきます。センブリっていうのがちょっと、名前は聞いたことあるんですけど、よくわからないんで、結構あれ、この粉、溶けにくいな。なかなか、混ざりにくい。どうしよう。ちょっとこう、端の方に、ダマを、ひっつけて、溶かしていく、そういう作戦を、実行しております。香りは、これも、まあ、普通にお茶っぽいですけれど。緑茶っぽいですかね。色見えるかな？こういう。ちょっとだけ見えますね。それでは飲んでいきたいなと思っています。普通に苦いお茶っていう感じですけどね。別にどこかが痛くなるとかそういうんじゃないですけど、これは全然いけるな。まあ、ティータイムということで、お茶受けに、藤子の黒黒という、これもいただきもんなんですけれど。黒大豆って書いてます。これお茶受けにちょっといただきたいの。これはちょっとに、逃げてるわけじゃないんで。酢の味がそんな、酸っぱい。こっちは酢が入ってるんで酸っぱいです。こっちは苦い。最近バイオリンを、始めましてね、購入して、まあ、購入したり初めて触ったんですけど、お店で。今日で7日目になります。このティータイム済んだら、バイオリンのレッスンをしたいなと思っております。普通に飲めるな。まだ他にも苦いやつが、苦いシリーズまだあるんで、またの機会に。
で、この酸っぱい後に、この苦いなんで、さっぱりしたいなと思います。これぐらいだったら、普通にちょっと苦いお茶なんかなって思いますけど。はい。今回は、ジャッカル、苦蒸し茶のマキーでした。それではまたよろしくお願いします。まあよかったらチャンネル登録。